港区の一部の住民から建設に反対する声が上がっていた南青山に開設予定の児童相談所についてきょうの港区議会で建設費を盛り込んだ新年度予算案が可決されました港区は国から取得した南青山の土地に虐待を受けた子どもの一時保護所を備えた児童相談所を含む子ども家庭総合支援センターを整備する予定で 新年度予算案には6億6000万円を計上しました8月に着工し再来年4月の開設を目指します建設をめぐっては一部の住民から高級ブランド店が立ち並ぶ南青山の街にそぐわないなどの反対意見が出ていました